後輩とのスタートになりました。今日から4日間開催のトゥエルブカンパニー杯、スタートライン上多少追い風が吹き始めてきています。水面上は予選競争第2レースの開始です。対戦メンバー1号艇東京門馬優太、2号艇愛知三浦洋次郎、3号艇埼玉前田咲希、4号艇静岡藤田達弘、5号艇東京阿波達也、6号艇埼玉岡部聡、以上6名の対戦です。5番の阿波スタート点灯予定段から離れて1人6コースへと向かう体勢です。ダーマ付近内枠で近づいていきます。1番の門馬が1コース、モーターの立て直しがポイントになりそう。2コースが2番の三浦、一節挟んで再び戸田参戦です。3コースに3番の前田、初日後半はオール女子の1号艇が待っています。休みは残して1本持ちという状況です。4コースから4番の藤田が連続一周のモーター転しました。5コース A2 勝負掛け6番の岡部、6コース5番の阿波も前節のユースモーターです。進入台形インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。内折り好スタート、1コースから4コースまでほぼ揃いました。1周1マーク、まずは1コースから1番の門馬が外を牽制して丸、内が空いた、3人刺してきた、最内はさらには4番の藤田、5番のアーも続く展開。さあ大混戦になりました。センターコースが2番の三浦、外は3番の前田、内から4番の藤田、スタートは前提正常。出ていく2番の三浦が2マークトップで丸、外を待って続いたのが3番の前田、さらには1番の門馬、内を突いては5番のアート、6番の岡部ですが4番藤田は1人最後方です。先頭ここで2番の三浦抜け出してリードは3点進、2番手が3番の前田、そのうち目がけて6番の岡部やってきた。2周1マークの旋回、6番の岡部、外を待って3番の前田、この2人の争いになりまして、1マークでは振り込んでしまった5番の阿波が最後方大きく後退です。2番手争いは2人、インコースに6番の岡部、アウトコースに3番の前田、2周2マーク、6番岡部が先に丸、ここは差しが届いてきた3番の前田、内からかばしました。2番手争いは3番の前田、ここで2点進半とリードを取ります。レースは最終周回、先頭2番の三浦リードを広げまして、先頭2番手差は4点進、最終の1マークを旋回、2番手水槽3番前田、この内を突いて、さあ6番の岡部、だいぶここは差が詰まっています。両者ちょっとバランス崩している。まだ2番手は3番の前田踏みとどまりますが、差は1点進、追い詰めてインコース6番の岡部、ここで外に開いてという展開。最終ターンマークの旋回です。2番手3番前田が丸、ちょっと避難に乗った、内から6番の岡部、しかし最後の差し届きません、前田が抜け出しました。先頭は2番三浦五輪、3番前田五輪、6番岡部五輪、4番藤田五輪、1番門馬五輪、最後5番の阿波が最後のホームストレッチへと移ります。5番阿波五輪、Ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.